韓国ボーイズグループ BTS、防弾少年団のメンバー V がフランスのファッションブランドセリーヌからの招待で、フランスパリにて開かれたセリーヌメンズ 2023SS パリコレクションファッションショーに出席した。24日午前、金浦空港に位置する専用機専用のターミナル、ソウル金浦ビジネス航空センターから出国した V は、出国場に集まった取材陣やファンに向かって挨拶をし、様々なポーズを取るなど積極的な姿を見せた。特にハイヒールの靴と華やかな柄のシャツがマッチし、V らしいユニークなファッション感性を目立たせた。無事ファッションショーへの出席を終え、帰国の途に就いた V は、28日午前ソウル金浦ビジネス航空センターを通して帰国した。帰国便の遅延により、当初入国予定時間だった午前7時55分から、約3時間30分過ぎの11時25分頃に入国した V は出国時とは全く違った姿で入国場に現れた。半ズボンにサンダルとサングラスを着用し、カバンを背負った V は、取材陣とファンが待っている方向を全く見ず、反対側を見ながら入国場に現れた。V は取材陣とファンたちの切実な要請にも、待機していた車両にすぐに乗車し、入国場を離れた。入国場にて姿を見せ、車両に乗車するまで約10秒ほどだった。オンユ、日本ソロツアーワウージャパンファーストコンサートツアー2022、Life Goes On のフィナーレを飾るスペシャルエディションとして9、10から11に東京国立代々木競技場で2回の追加公演を決定。脱出を独り島ソンジェア、偽ブランド品騒動から5ヶ月ぶりの YouTube 復帰は6ヶ月法則回避説が広がる。6ヶ月法則とは、6ヶ月以上、アカウントにログインしていなかったり、動画コンテンツを掲載していなかったりすると、非活性アカウントとみなされて、収益喪失資格が剥奪される。V、リサが用意したチャーター便に乗ったというデマ広がる。実際には、V、リサ、パクボゴムはセリーヌが用意したチャーター便に乗っていた。